1998年9月30日、忘れられない日だ。警官としての俺が死んだ日、アンブレラが流出させた生物兵器によってあの夜ラクーンシティは崩壊した。俺は惨劇をにか生き延びた。救うべき多くの人を置き去りにして。政府の特務機関からの誘いを受けたのはラクーン事件の直後だった。俺に選択肢はなかった。長く厳しい訓練と過酷な任務、望むところだった。あの夜を、後悔を少しでも忘れられるなら、俺は救えるのだろうか。今度こそ。どこまで行ったんだ。誰かいるか？勝手に入ってすまない。ボスコはウンポルシア。ビラキ。
何が起きてる？ひどい匂いだ。HQ、 こちらコンドル1。こちらハニガン、状況は？ターゲットは大統領の娘はこの村にいる可能性が高い。いいニュースだわ、さすがね。湖に手がかりがありそうだ、誘導を頼む。了解、付近の情報を調べる。急いでくれ。何が起きたかわからないが、この村はまともじゃない。悪いな、また後で。
邪魔したな。
やるしかないか。
リバーエソPoderoso.